こんにちは。朝6時です。いいお天気になってきました。さっきまでガスがかかっていました。気温はなんと 5.5 度。寒いです。朝は無風ですね。あけびが口を開きました。びっくりです。彼岸花、今日もちょっと白っぽく見えますね。梅もどき大納言は、梅雨がついているような感じになっています。クレオメも同じですね。小さな水滴がたくさんついています。クリナムはしっとりと濡れている感じです。シュウメイ菊はまだ半開きの状態です。オダマキの葉っぱには小さな水玉がたくさんついています。中にはコロッとした水玉もありますね。ボタンクサギ、今日も花を咲かせていません。チャイニーズホーリーの実は少しずつ赤くなってきています。リコリスアルビフローラ、今年は花をつけませんでした。この緑の芽はシラーペルビアナですね。ポテンティラの葉っぱ、白くなっています。まさか霜では。答えは後ほど。収穫したあけびです。なかなか立派ですね。若い方には馴染みがないかと思います。口を開いてないとさつまいもみたいです。9時半になりました。青空です。アゲハが日向ぼっこしていますね。三尺バーベナにはつまぐろひょうもんのオスが来ています。パンパスグラスの和名は白金よしというそうです。オオカマキリ今日もいましたね。近くにつまぐろひょうもんのオスが来ています。大丈夫でしょうか。梅もどき大納言です。今日も真っ赤な実がたくさん実って、とても綺麗ですね。鷹の葉ススキです。ススキの穂はこういう感じですね。小紫、たくさん紫色の実がついています。可愛らしいですね。三尺バーベナにモンシロチョウがやってきました。朝、霜のように見えたのは、白い毛のようですね。ブッドレアにまたつまぐろひょうもんのオスが来ています。オオカマキリ、見えますか？ここです。オオカマキリは獲物が近づくまで動かないで待ってるんですが、時々動くと、ぎょっとしますよね。三尺バーベナにつまぐろひょうもんのメスです。羽を広げています。シュウメイ菊の花がきれいに開きました。シンフォリカルポスマジカルプライドです。まだ葉っぱがきれいなところがありますね。三尺バーベナに止まった赤トンボはアキアカネのようです。アキアカネの背中も前より赤くなったような気がします。ヒメアカタテハ、それからウラナミシジミが止まっています。ペニシジミもいましたね。アカタテハは撮影拒否でした。ブッドレアに緑ヒョウモンが来ています。もう羽がボロボロですね。今日はウラナミシジミもたくさん来ていました。割と遠くの方からも目立ちます。ヤマトシジミはシジミチョウの中でもかなり小さい方だと思います。パンパスグラスが白金ヨシと言われる理由が分かったような気がしますね。三尺バーベナにキタテハも来ました。つまぐろひょうもんと色がちょっと似てますが、羽の形だいぶ違いますね。丸尾です。日向ぼっこをしていたら気持ちよく眠ってしまいました。今日はこの辺で。バイバイにゃん。